スタジアムはすでに大歓声に包まれています。エミレーツスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りするプレミアリーグのこの一戦、アーセナルがマンチェスターシティと戦います。個人的にもこのカードを楽しみにしていました。いい試合に期待しています。の注目ポイントはどこでしょうか。はい、やはり組織としての連動した攻撃じゃないでしょうか。こちらがアーセナルの先発メンバーです。福西さん、4-3-3 のフォーメーションでしょうか。はい、フォワードを3人入れた攻撃的な形でありつつ、ディフェンス時の人数を厚くしやすいシステムです。中盤の人数が少なくなるので、そこでどういう連携を取ってくるのかが肝でしょうか。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。ゴールキーパーエデルソン・モライス、ルベン・ディアスとアカンジがセンターバックに、ギュンドアンとデブライネが中盤の真ん中、前にフォワードを1人置いて攻撃を組み立てるようです。さあ前半開始です。マンチェスターシティのキックオフで試合が開始します。ここはナイスタックル、タッチラインにクリアしました。ここで攻撃を止めます。アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。いいところにクロスが入りました。このボールはキーパーがクリア、キーパーの近くに飛んでしまいましたね。ボールはエリアへ、ここはエデルソンが見事に止めました。さあボールを前に運びます。どんな攻撃を見せてくれるんでしょうか。フォーデンが待っている、クリアしました。コーナーキックです。デブライネのコーナー、クリアで対応しましたが、まだしのぎきれていません。シュートの当たりが悪かった気がします。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。あっと、今のでイエロー警告です。ファールで止めるしかありませんでしたか。ちょっと時間が早すぎるのが気になります。味方もサポートに来る、決まれば勝ち越し、ゴールは無人だ。ここはしっかりとゴールを決めました。しかしボールキーパーは一体どうしたのでしょうか。無人のゴールってどういうことなんでしょうか。これは外しようがないですね。さてアーセナルボールのキックオフです。
1点も追いつくために反撃開始となるのか。決めれば同点。キーパーが対応、ピンチをしのいだ。イルカイ・ギュンドアン、グリーリッシュ、グリーリッシュにチャンス、止めた。しかしボールが手についていない。これは見事なインターセプト。マークが厳しいですね。ボールをキープできません。マンチェスター・シティ、サイドにスペースがあります。ニアサイドへのクロス、絶妙なタイミングです。通ればというシーンでしたが、キーパーに阻まれます。これはパスミスでしょう。キーパーからのボールは相手に渡ります。キーパーのミスから生じたピンチですが、自らカバーしました。危ないところでしたね。やっちゃった時は相当焦ってましたが、これで落ち着きを取り戻せるでしょう。マルティン・ウーデゴール、サカ、サカ打てるか。ここはキーパーが飛びついて守ります。コーナーキックが入ります。ここは通しません。ウーデゴール、ボックス内へ入れてきた。キーパーの守備範囲です。ファールをここで取ります。流しかけましたが、プレーはここで止まります。アルバレス、こういうタックルはいけません。おそらくカードを提示されるでしょう。これはアーセナルにイエローカードが出ました。次は厳しく行きづらくなりますね。相手はここを狙ってくると思います。さあボールを取り返した。オシムヘン、入れば同点となります。あー、 PK ですね。これを決められてしまうと1点リードを失います。 PK、主審が PK を指示。ボールに行っていたかですよね。 PK でも文句は言えないんじゃないでしょうか。さあここで同点にできるか。冷静に PK を沈めました。プレーで見るまでもありませんが、ゴールのど真ん中に切り込んできましたね。キーパーがどちらかに飛ぶと読んでいたんでしょう。技術より心理戦で勝利した PK です。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。オシムヘン、フィリップス、ここまでのポゼッション率を見ればマンチェスターシティがボールを支配していることがわかります。問題は現状のパフォーマンスでは相手は怖さを感じないことでしょうね。勝つためには何か工夫した方がいいんじゃないでしょうか。ドリブルで前に運んでいます。来たか。1対1をしのいだ。エデルソンのファインセーブ。このコーナーから勝ち越し点に結びつけて、サポーターの声援に応えたいですね。中に入れた。止めた。
エデルソンのスーパーセーブ。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。プレッシャーをかけられます。アディショナルタイムは3分との表示。フリーになった。おっと止めた。最後はキーパーが立ちはだかりました。コーナーキック、勝ち越しを狙います。デブライネのコーナーで再開。これはクリアしきれていません。相手のチャンスとなるか。ここで前半終了、ハーフタイムです。このボールはキーパーが、さあ後半です。ここまではどちらも譲らない試合展開でした。シュートです。しかしキーパーが危なげなくセーブしました。カルビン・フィリップス。さあカウンターを仕掛けるか。カウンターです。これはしのぎきれるのか。ボールポゼッションが相手に移ります。サカ。アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。ボックス内にクロスが通ります。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。マンチェスターシティ、パスをつなげない。これはチャンスだ。キーパー弾く。ゴールに迫ってからのシュートでしたが、キーパーに防がれています。これは見事なパスカットです。オシムヘン、ここで抜いてきた。観客の期待が高まる。打ってきましたが大きく外れてしまっています。残り時間は30分です。フォーデン、これはナイスディフェンス。タックルで阻止しました。デブライネ。アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。タックルで相手のチャンスを潰しました。かなりエキサイティングな展開になってきましたね。お互いに攻め合っているにもかかわらず、ポゼッションも互角です。レフェリーのホイッスルです。ああ、すでにカードをもらっている選手ですが、どうなるんでしょう。危ないプレーです。すでにイエローカードをもらっています。1枚目の後でもコンスタントなプレーが、できていますが気をつけたいですね。マンチェスターシティがボールを失います。味方を走らせます。おっとキーパーがボールをこぼした。再びキーパーがセーブします。福西さん、
1度目のセーブに比べれば難なく処理したんじゃないでしょうか。はい、そうですね。こうして続けざまにセーブしていると調子も上がっていきそうです。ボールを運んでいます。アーセナルのフリーキックでゲームが再開されます。ここでアーセナルが選手を交代します。中央へのボールはクリアされました。これは読んでいたか。パスをカットしました。試合終了まで15分です。フィリップス、味方がサポートに来ます。激しくいった。さあかわしてきた。キーパーがリードを許しません。これを止めたのは大きいですよ。ボールはゴール前へ。シュート、エデルソンのセーブ。まだインプレーです。来た、ゴール。最後までよく集中していました。キーパーとしては一度素晴らしいセーブをしただけに悔しい失点でしょう。まずこのファーを狙ったシュートが良かったですね。しかしキーパーもよく反応して弾いたんですが、ボールがこぼれた位置に味方がいたことが功を奏しました。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。アーセナルにファウルがあったようです。イエローカードはアーセナル。厳しくいきましたからね。これはしょうがないでしょう。相手にパスしてしまいました。残り時間は5分を切りました。両チームの点差はわずか1点です。フィリップス、時間はありませんが攻撃に出ます。同点に持っていけるか。デブライネ、奪った、チャンス。狙いは良かったものの味方が合わせられません。アディショナルタイムが提示されました。3分です。プレーが止まります。主審がイエローカードに手を伸ばしました。少し危険なプレーに見えましたから妥当な判断かもしれません。今ならカウンターも狙えます。ホイッスルです。このリーグ戦はアーセナルが勝利を収めました。いやー、いい試合でしたね。終盤までもつれたものの最後に決めたゴールでチームは勝利を手にしました。一時はどうなることかと思いましたが、こういった試合をものにしたことは今後につながりますね。